青汁王子、巨額損失の真相を激しろ、視聴者からの批判続出。8月17日、青汁王子こと岬優太さんはお金がなくなりました。今の状況を全てお話しします。という動画を公開しました。岬さんは日経平均株価の大暴落で巨額の損失をかむり、資産が3分の1に減少したと説明しています。現在の資産は約20億円から7億円に減少し、高級マンションを退去する予定です。知り合いの有名人に助けを求め、資材を売却して資金を調達しようとしていますが、視聴者からは厳しい意見が寄せられています。みんなの反応。青汁ヒルズ退去は残念だけど、次の挑戦が楽しみだね。岬優太、結局自分の無計画さが招いた結果だよね。岬優太さん、正直に話してくれてありがとう。応援してます。信用取引なんて危ないよ。お金なくなるの当たり前だよね。株価暴落で10億円の損失、自業自得だね。投資は慎重にしないと。信用取引で大損、リスク管理甘すぎ、自業自得だね。株価暴落で大損か。でもここから這い上がるのが真の王子やな。青汁ヒルズ退去ってまさに青汁劇場のクライマックスだね。青汁ヒルズを出るなんて無駄遣いしすぎだよね。青汁ヒルズ退去は痛いけど、次の挑戦に期待やで。株価暴落で大損したのは自業自得だね。リスク管理甘すぎ。株で大損して泣き言かよ。一般人煽ってるだけにしか見えんわ。株価暴落で大変だけど、これからの復活が楽しみです。青汁ヒルズ退去と格差、金持ちの悩みは庶民には理解不能やな。岬優太さん、なんだか嘘っぽいし信じられないよ。株価暴落で10億円損失と格差、信用取引はギャンブルやで。株で大損して大変だね。お金の怖さを学んだかな。青汁王子、巨額損失も正直に話す姿勢は評価できるやで。青汁王子、10億円の損失ってマジかよ。株は怖いね。株価暴落で大変だけど、逆にこれからの復活が楽しみ。信用取引ってリスク高いけど、挑戦する姿勢はかっこいい。信用取引で大損と格差、リスク管理甘すぎやろ。自己責任やで。信用取引で大損と格差、リスク管理ガバガバやんけ。巨額損失って投資のリスク管理甘すぎじゃない？信じられない。青汁王子、マジで大変そうだけど、逆境に負けずに頑張ってほしい。青汁王子、株で大損と格差、ホストでもやって再起狙いや。ええ、10億円も失うとかマジありえない。どんだけ無計画なの？青汁ヒルズ退去とか受けるんだけど、贅沢しすぎじゃない？青汁ヒルズ退去と格差、贅沢しすぎたつけが回ってきたんやな。青汁王子、巨額損失にも負けずに頑張ってほしいです。応援してます。青汁ヒルズを退去するのは残念だけど、次の挑戦を応援します。信用取引で大損とか、リスク管理甘すぎじゃない？自業自得だね。青汁ヒルズ退去は悲しいけど、次のステージで頑張ってほしい。え、青汁王子マジでヤバくない？お金も家もないとか信じられない。お金を無駄に使って大損するなんて計画性がなさすぎるよ。株価暴落で大損しった。でもこれを機に新しい挑戦が見られるかもね。信用取引はリスクが高いけど、挑戦する姿勢はすごいね。岬優太さん、そんなにお金なくなっちゃうなんてびっくりだよ。株で大損して大変だね。でももっと慎重にやるべきだったよ。信用取引で大損とか、マジでありえない。リスク考えなさすぎ。え、岬優太さんマジで何やってんの？信じられないんだけど。え、10億円も失うとかマジありえないんだけど、信じられない。巨額損失は痛いけど、これからの再起に期待してるよ。信用取引で大損とか、リスク考えなさすぎじゃない？信じられない。信用取引はリスクが大きいけど、挑戦する姿勢はすごいね。次は成功を祈ってるよ。信用取引はリスク高いけど、挑戦する姿勢は評価できるやで。岬優太、逆境でも前向きに頑張る姿勢が素晴らしいやで。青汁王子、10億円の損失と格差、株で大損してサマー W。青汁王子、結局自業自得やんけ。庶民煽るのや。株価暴落で10億円失うとか、マジでヤバすぎ。信じられない。みんなの反応としては、岬さんの損失に対して自業自得とする意見が多いです。一方で少数意見としては、次の挑戦を応援するという声もあります。
当チャンネルの意見として三崎優太さんの今回の状況については彼の正直な告白に感謝しつつも無計画な投資行動が招いた結果であると考えます。次の挑戦に期待し応援しています。